おはよう、しょかちゃん。朝からお仕事は？えらいね。僕はまだ眠くて。え、もうお昼だって。まあまあいいじゃない、そんなこと。目覚まし代わりに仕事を手伝えて？うん。いいよ。たまにはしょかちゃんの役に立たないとね。よし、そうと決まれば早速、何からやろうか。水汲みかな？寝てない寝てないったらだってさ、この部屋、いつでもちょうどいい感じに薄暗くて、あったかくて、眠くならない方がおかしいな。え？真面目にお仕事してたら眠くならないはずだって？言ったな。よし、僕もしょかちゃんみたいにお仕事してみようじゃないか。道具貸してよ。ん？何言って、筆一式だよ。文字は書けないよ。しょかちゃん、文字以外にも書くものはいっぱいあるんだよ。それでは、とくとご覧あれってね。ささー、すー、ちょいちょいっと、ここはこうでこう、くるっと。ほら、出来上がり。よくできてるでしょ？この家の庭の絵。ざっとこんなもんだね。水墨画って言うんだって。ちから聞いたんだ。白黒だけで絵を描くのも味があっていいもんだよね。これじゃどうぞ。僕もやればできる。